リオシリーズのキャラクターたちが多彩なショットを打ち分けて戦う本格テニスバトル、マリオテニスエース。それぞれに特徴の異なる15人以上のキャラクターが登場。任天堂スイッチならではのさまざまなプレイスタイルで最大4人までプレイ可能だ。まずは基本ショット、速い弾道のトップスピン、鋭く曲がるスライス、相手の頭上を越えるロブなど、ボタン操作でさまざまなショットを打ち分けられる。そして狙いを定めて打つ。これが新ショット狙い撃ちだ。ここを狙いたいという場所へジャイロ操作でピンポイントにボールを打ち込むことができる。狙い撃ちで放たれたショットはとても強力で、まともに受けるとラケットがダメージを食らってしまう。3回ダメージを受けるとラケットは壊れ、試合続行不能、 KO 負けになってしまう。だがこの狙い撃ちを防ぐのがブロックだ。タイミングよく打ち返すことができればブロックが発動、ラケットへのダメージを防ぐことができる。とはいえこのスピードに反応するのは至難の技。そこで役立つのが加速だ。加速を使っている間は世界がスローモーションになり、遠くを狙われたボールにも反応することができる。さらに強力な狙い撃ちからラケットを守るブロックも成功しやすい。だが狙い撃ちと加速はいつでも使えるわけではない。このエナジーゲージを消費することで発動できるのだ。エナジーゲージはラリーを続ける中で徐々に溜まっていくのだが、ゲージを最も大きく溜めることができるのがこの新しいショット、テクニカルショットだ。ボールが遠くにあるときに飛びついて打ち返すことができる。タイミングや距離が合わないとエナジーを消費してしまったり失点してしまうという非常にリスキーなショットだが、成功すればエナジーゲージは大きく上昇する。さらにエナジーゲージが満タンになると究極の一撃スペシャルショットを放つことができる。エナジーを大幅に消費してしまうが、相手のラケットを一発で破壊するフィニッシュショットだ。しかしスペシャルショットであってもブロックされることがあるので油断はできない。このように試合中は常にリスクとリターンが表裏一体で存在する。勝負の鍵を握るエナジーゲージを攻撃的な狙い撃ちで使うのか、それとも守備的な加速で使うのか、そして狙い撃ちを放つ際手堅く得点を狙うのか、それともブロックされるリスクを背負ってラケット破壊を狙うのか、この一瞬一瞬の駆け引きこそがマリオテニスエースの醍醐味なのだ。ちなみに基本ショットだけのシンプルなルール設定で気軽に遊ぶこともできる。またインターネットに接続すれば遠くのプレイヤーやフレンドとの対戦が可能。さらに随時開催予定のイベントオンライントーナメントでは、開催期間中の成績でランキングが競えるほか、参加特典として追加キャラや特別な衣装がもらえる。本作では新たにストーリーモードを収録。恐ろしい力を持った伝説のラケットをめぐり、突如姿を消してしまったルイージを救うためマリオが冒険の旅に出発。仕掛けいっぱいのボートでのテニスバトルやテクニックが試されるさまざまなミッション、そして立ちはだかるボスとのバトルなど、一味違ったテニスが楽しめる。オンライン対戦に挑む前にまずはストーリーモードで基本をマスターしておこう。他にもジョイコンをテニスラケットに見立ててフォアハンドやバックハンド、スライスや
ロブなど、さまざまなショットを直感的に打ち分けて遊ぶスイングモードも収録。家族や友達と気軽に遊びたい時や体を動かしたい時におすすめだ。駆け引きの奥深さにとことんこだわったテニスバトルと、一味違ったテニスが楽しめるストーリーモードなど、さまざまな要素が詰まった新しいマリオテニス。えらいこ。マリオテニスエース。